はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。場所一応日でございます。はい、本日はですね、こちらの方やっていきたいと思います。はい、こちらミューズの新規ということで、アイスフレーバー編の新規ですね。はい、で今回 UR はクールののんちゃんになります。で、SR がスマイルの小鳥ちゃん。この小鳥ちゃんね、よく見て、もう見てくださってる、もう見てね、はい、もう分かってる方はいらっしゃると思うんですけれども、あの小鳥ちゃんのね、覚醒前のあの方なんですけれども、持ってるアイスの2段目、下から2段目鳥になってるんですよね。これ凝ってますよね。そしてこの覚醒後もまた可愛いわけですよ。で、まあね、その覚醒後の小鳥ちゃんの衣装は、まあ、黄色ということで、まあ、今までにないような配色ですが、はい。で、まあ、UR ののんちゃんもね、もう覚醒前も可愛い、覚醒後も可愛い、何なんでしょうかねこれ。はい、というわけでね、本日はこちらの方11連1回やっていきたいと思います。まあもうね、狙うは新規のもう小鳥ちゃんですね。もう新規が欲しい、とりあえず。最近新規出てないのでね、本当にもう困ったもんですよ。はい、というわけで、早速やっていきたいと思います。よし、いきます。新規アイスフレーバー編 UR のんちゃん狙ってヨーロッパな、お願いします。クール、まあ、新規ちょうだい。新規頼む、お願い、お願いします。これ確かピュアじゃなかったかな。はい、ピュアですね。勘弁してよ。はい、というわけで、お詳しく見ていきたいと思います。はい、こちらですね、ピュアのマキちゃん、こちらは小悪魔編になります。気持ちが嬉しいということで、何があったんでしょうかね。はい、まあリズムアイコンが21個ごとに 33% 確率です。スコアが340増えると。またピュアだね。もうピュアいらないよ。クールが欲しい、とりあえず。はい、というわけで、私の結果はこのようになりましたが、皆さんはどうだったでしょうか。まあ、よければね、コメント欄で書いてくださると嬉しいです。はい、というわけで、本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。この動画が良ければ、高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、それでは次回の動画でお会いしましょう。場所142でした。またね。いや、マジでクールちょうだい。勘弁してよ。まず新規が欲しいね。